四代マンク子者チャールズ・マンク第四代マンク子者チャールズ・スタンリー。マンクはイギリス・アイルランドの政治家、貴族。最後のカナダ連合植民地総督、最初のカナダ総督を務めた。1819年10月10日、アイルランド貴族の第三代マンク子者チャールズ・マンクとその妻ブリジット・マンクの間の長男として生まれる。ダブリン大学トリニティ・カレッジで学び。 1841年に法廷弁護士の資格を取得した。1849年4月20日に父の死により爵位を継承したがアイルランド貴族であるため貴族院議員にはならず、1852年から1857年にかけてポーツマス選挙区から選出されて自由党の庶民院議員を務めた。1855年から1858年に かけて、第三代パーマストン子爵ヘンリー・ジョン・テンプルの第一次内閣の下級大倉卿を務めた。1861年11月28日から、カナダ連合植民地総督に就任した。就任直前に、トレント号事件があり、アメリカ合衆国との関係が極度に悪化、米英海戦の危機が高まっていたので彼は、影響力を行使してその危機を広げた。 国内では保守派と改革派を和合させ、カナダ連邦創設を主導した。1867年に最初のカナダ総督に就任した。1868年には、ケベックシティ近くのスペンサー・ウートにあった総督官邸をオタワのリドーホールに移した。1868年に退任した。1866年7月12日に連合王国貴族爵位。 バンク男爵ににせられ、貴族院議員議列した。1869年から1881年にかけてアイルランド聖職委員、1872年から1894年にかけてアイルランドの国民教育委員、1873年にはアイルランド高等法院裁判官の一人となり、1874年から1892年にかけては、 ダブリン検討官を務めた。1894年11月29日に死去。爵位は、長男ヘンリー・マンクが継承した。1849年4月20日の父の死により、以下の爵位を継承した。1866年7月12日に、以下の爵位を新規に除せられた。1869年、聖マイケル、聖城寺勲章ナイトグランドクロス王子にあたる初代。 ラスダウン伯爵ヘンリーマンクの娘エリザベスルイーザメアリーマンクと結婚。彼女との間に以下の4項を設ける。ありがとうございます。